皆様こんにちは。ミッキー役の太田雅樹です。すごい現代的なミュージカルだし、ぜひ、歌とダンスと芝居といろんなエンタメの要素があるこのミュージカルに挑戦して、もっともっと自分の幅を広げられたらなと思いました。とにかくやっぱ作品自体が楽曲もそうですし、ポップなノリだったりとかで、ミュージカルなんですけど、本当にミュージカルらしくもないというか、いい意味でやっぱ新しい作品になってるなっていうふうに感じたので、主人公がドラァグクイーンとしてこれに参加したいっていう、話ですけど、それをこう否定される話というよりは、自分の心の中の葛藤とか、そういうものの夢をこう諦めないことの素晴らしさみたいなのをすごい描かれている作品だなと思ったので、とにかく見に来てくださった皆様に、今のご時世だからこそこう元気を届けていきたいですし、諦めないことの素晴らしさ、そういったものをこうお伝えできたらと思っております。ウエストエンドで上演されて、そして韓国、そしてついに日本版ということで、今回日本では初めての上演となりますので、初めてってやっぱりなかなか貴重なことだと思いますし、いろんなこうお芝居メイン、ミュージカルやってきた方、原作もいろんな作品やってきた方、いろんなキャストが交わってこのミュージカルと向き合っていきますので、ぜひ今もこの日本、そして世界に、笑顔といろんなハッピーを届けられる作品になったらなと思います。皆様、ミュージカルジェイミー、劇場でお待ちしています。